公益財団法人京都高度技術研究所は、京都の産業、科学技術の振興を目的として設立された研究機関。京都府、京都市、地元産業界、京都大学などの大学を設立の中心とする公益法人である。ソフトウェア技術、システム技術等の ICT を活用した先端科学技術の研究、開発、 調査等を行い、科学技術の振興と、地域社会の発展に寄与するとともに、ベンチャー、中小企業に対する、総合的な支援を行い、京都市内の中小企業の振興と、地域経済の活性化を図る活動を行っている。基本財産3億円京都市、成長産業創造センター中小企業、成長支援部企業特化型支援部。 創業人材育成支援部京都市、ソーシャルイノベーション研究所 ICT、研究開発部産学校連携企画部京都市、ライフイノベーション創出支援センター。京都市、ライフイノベーション、創出支援センター支所地域イノベーション、戦略推進部スーパークラスター事業推進部、成長産業創造部業務、財務に関する資料2016年度収支予算書。 2016年5月4日閲覧。京都高度技術研究所20年の歩み。JST 産学館連携ジャーナル2008年12月号。2016年2月16日閲覧。AB アステムニュースナンバー53年6月発行。財団法人京都高度技術研究所。2016年2月16日閲覧。 AB アステムニュースナンバー63年12月発行財団法人京都高度技術研究所2016年2月16日閲覧公益財団法人への移行について公益財団法人京都高度技術研究所2016年2月16日閲覧施設別カルテ京都市業財政局資産活用推進室 2016年2月28日閲覧。京都市成長産業創造センター高機能科学研究開発拠点施設。株式会社、ゼニタカミ2016年2月28日閲覧。AB 公益財団法人京都コード技術研究所パンフレット。公益財団法人京都技術研究所。2016年2月16日閲覧。 KRP プレス特別機構、KRP 誕生物語。京都リサーチパーク株式会社。平成28年2月16日閲覧。堀場正雄氏死堀場製作所創業者。嫌ならやめろ。京都新聞。2015年7月16日閲覧。地方独立行政法人京都市産業技術、研究所理事長挨拶。 地方独立行政法人京都市産業技術研究所。2016年2月28日閲覧。イプスコンピュータ博物館日本のコンピュータパイオニア、大野豊一般社団法人情報処理学会。2016年2月28日閲覧。一般社団法人情報処理学会名誉会員、池田勝夫、一般社団法人情報処理学会。 2016年5月4日閲覧。ありがとうございます。